はい、こんにちは。今回はニュータッチの青森の煮干し中華そばですね。うまいニュードルニュータッチってやつですね。で、それのものになります。それで、ちょっとお待ちくださいね。で、中身の方は、どうなっているかと。よいしょ。こうなってるわけですね。ちょっと見えづらいかな。こうなってる。で、これが蓋の裏話でして、青森県に煮干しラーメン以外にも特徴のある美味しいラーメンがあるんですと。十三湖しじみラーメン、五所川原市にある十三湖の特産品大和しじみの甘さに効いた塩ラーメンでして、八郎ラーメン、地神や煮干しの出汁を取ったしじり麺の醤油ラーメン、名古屋産の長ネギ、高浦産のニンニクなど地元の食料を使用していると。で、味噌カレー牛乳ラーメンというのもありまして、意外な組み合わせ、味噌のコク、カレーの刺激、牛乳のまろやかさが調和した一杯ですと。ちょっとね、濃厚カレー牛乳ラーメンっていうね、あんまり食べたくないなっていうラーメンですけどもね。まあそれ以外にこの煮干しラーメン以外にもまあたくさんこうあるということなんですね。で、個性化ぞろいということで、その、煮干しラーメンというのはね、青森のねぶたの祭りでねあって、でそういう有名なところで、その煮干しラーメンを、ちょっとこう再現したという感じです。ではいただきます。やはり濃厚な強い煮干しの味ね。で、玉ねぎ、玉ねぎがどっかにいた味な。玉ねぎがちっちゃかいんですけども、玉ねぎの味、まあ、これが非常にシャキシャキとしてて美味しいんですよ。だとメンマなんかもね、非常にコリコリとしてるし、あとはこの麩もね、非常に美味しいです。ちゃんとしっかり麺に染み込んでますね、スープに。で、これが麺になりますが、本当に何と言いましょうかね、この美味しさっていうのがね、縮れ麺で、それで非常に煮干しの旨味がぐっと効いてるっていうのはいいなと思います。でこう、スープも煮干しのね、スープの味で、なかなか、あ、煮干しだなっていう感じがよく出ていてですね、なかなかこういい味わいではあるかなというふうには思います。で、そういった中でこの
非常に煮干しの味と本当に麺の細くてなかなかいい匂いと味ですよね。これは本当に昔から合うになるんでしょうけども、この煮干しがこれともかってぐらいたくさん入っていて、そこに麩の、ね、染み込んだスープの味もついた麩があって、で鶏肉も、鶏肉じゃない、チャーシューも柔らかめで、ニンニクがね、これニンニクじゃない、玉ねぎが甘いっていう、すごく甘いっていうね、そこがまたいいですよね。やっぱこういうラーメンはね、非常にやっぱり食べ応えがあるなと思いますし、なかなかいい味わいをね出してますよ。やっぱりこれだと本当にそのままお店に出せる味というかね、本当そのままのレブタのそのままの味をちゃんと再現されてるっていうのが、このニュータッチのところはすごいですね。昔からこれもやっぱりカップラーメンと同じでね、チキンラーメンとかと同じようにカップラーメンのメーカーとしてずっと長いことやってるけども、このニュータッチは本当驚きますね。本当店で食べた味そのままの味を出してるからね。でそれでいてこう全然そのカップ麺らしさっていうか、カップ麺を生かしてる。でカップ麺の安っぽい味っていうか、そういった味が全くしないんですよね。むしろ本当そのまま店に行ったそのままの味をお楽しみいただきますと、本当かいなと思ったんだけど、本当にその味なんですよ。だからどれを取ってみてもやっぱりちゃんとその味になってるんで、やっぱり不思議といえば不思議だし、やっぱりここまで技術がねすごい向上してきてるんだなっていうのは改めてこう感心させられることの一つではないかなというふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。